どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。今回は週末に雇用統計以上のバッドサプライズから世界同時株安的な動きになってきています。なので、休日号外版としてチャートの緊急確認をしています。特にニューヨークですね。ニューヨークのチャートがどうなってるのか、オプラボ的チャート考察だとどう見えているのか、ぜひ最後までご覧ください。 はい。それではまずね、3月11日終わった時点でのニューヨークの 状況ですね。ニューヨークダウ3万1909ドル、345ドル安でマイナス1.07%、S&P500 が3861.60、マイナス39.51でマイナス1.45%、ナスダック1万1138.89、マイナス199.47でマイナス1.76%と、うん、まあ、あの、ダウよりもナスダックっていう方でえっと下げ幅が大きくなってると、まあそんな状況ですね。はい はい、でッ i x の方ですけれども、24.80までね上がってきています。まあ、とはいええっと、この昨日ですね、えっと、10日金曜日の夜に、えっと、もう本当に雇用統計の直前に動画作ってた時ののッ i スが22.93でしたから、まあもうね、その時点で23近くまであったので、まあ、24.80ですけれども、雇用統計 から、えー、大きくねビッスがが上がったわけではないんです、ね、となく雰囲気ではなんかね25とか27とかいってそうな気がしなくもないんですがまあそこまでは荒れていないという状況になっています。 はい、すいません。えっと、お休みなんですけどね、ちょっと一点だけ告知させてください。え、初日のアウトストラングル大作戦バージョン2.0ですけれども、え、4月切りが始まるということで、今日さっきね、この動画作る前に、えっと、この個別の4月切りに特化した実践記事というものもアップをしています。YouTube メンバーシップに入ってる方であれば、PDF 版が無料で配布されていますので、まあ、ぜひね、メンバーシップに入ってらっしゃる方はこちら読んでみてください。えっと、アウトストラングルですからね、コールとプットの遠いところを打って 利益を出そうという作戦なんですけどあろうことかねこれから今話すことが起こってますから非常に4月切りこれね難しくなりましたですからぜひね初心者の方はこの実践記事の方も読んでみてほしいなと思っていますでえっとこのマガジンの方の URL はねこの動画にもリンク貼っておきますぜひね4月からまあ、えー、この作戦やってみたいなという方はチェックしてみてくださいはいではね早速もう今日は見出しなく まずは雇用統計の方からね、あの、これ、金曜日にもちょっとお話、あの、速報で出しましたが、改めて見ておきます。まず、雇用者像、強かったですね、20.7万人の予想で、まあ、もしかしてね、20万人割れるんじゃないかなという、まあ、市場予想もあった中での31.1万人、で、これの意味することは非常に大きくてですね、えというのも、前回出てきた1月の雇用統計が、まあ、予想18万とか20万とか、それぐらいに対してね、51.1万 1> 1万人を超えていいたととうことでこれが強烈ななサプライズになったんでですねでまあまあね雇用環境強いままだということで株価が下落2月の頭に出てきてまあこのあ、ねえー、とねずっと一っ下落の方に向かった起点になった時でもあったわけですけれどもまあまあまあ、うん、とその50万人っていうのがですねまあ季節要因とかいろいろ入れて突飛というかね得意な数値なのかいやいやいややっぱりそうだよと。 これがね、今回2月で確認できるというところで注目されていたんですが、なんと31万人ということは非常に強い。まだまだアメリカの雇用に関しては強い。加熱してるんですね、雇用環境がね。これはだから株式市場にとってはこれマイナスです。はい。えっと、1月がね、強すぎて株価が下落になったわけですね。まあ、まだまだ中央銀行 FRB がね、えっと、インフレファイトしないといけないというところにつながって、だからここが、まあできればね、18万人ぐらいとかの結果だった たら株価は、ね、あの上昇に向けて動いたかもしれないんですけれどもまず一つここは強すぎたということですねで失業率が3.4から3.6にこれは悪化をしていますただ、まあ、前,あの前回が3.4その前の3.5からさらに3.4に、えー、とまあ下になってもう本当に何十年ぶりのね低い、えー、と失業率の中から0.2%、まあ、悪化はしたんですけれどもなのでこれいいか悪いかって言ったら悪い 値なんですけどねただまあ雇用者増えてる中でも失業率が増えてるのでまあ転職の分も考えたりするとねまあそこまではこれ4%超えてくると,、えー、とリセッションに向けてね懸念だっていう形で株価は弱含むと思うんですけどまあこのあたりだったらまあここはねフラットですねで平均時給の方は予想の4.7に対して4.6とまあまあまあね、うん、とおもあの本来ならもうちょっと下がってくれると株価にとってはプラスなんですけれどもまあそれでも予想よりも少し下がってきてるという形なので、うん、この のね、時給がバンバン上がって、もう本当に雇用者も増えて、時給も上がってたらです、ね、もうこれはもうあの、もっともっと引き締めんとあかんやないかいという話になってたところなんですが、えー、とこれ4.6なので、まあ、だからね、紅白、まあ、まあ半分半分ぐらいの結果だったんですが、まあ、でもここが強かったんでね、少し、最初はねこれあの発表直後は少し上に行ったりしてたんですけれども、まあ、まあこのあたりの数字を捉えると、まあ、少し、ね、下がってくるかな、でも大きく崩れないんじゃないかなっていう状況だったとは思います。はい、なので、まあ 上に下に行ってね。この雇用統計出た後は、うん、あのまあ、割と底堅くっていう状況だったんですね。で、それをガラッと変えてきたのが、やはりこちらでした。はい、まあ、あの svb ですね。シリコンバレー銀行です。この時間軸にね。えっ、ー、とダーっとこういう風にヘッドラインが変わっていったんですけど、まあそもそもはこれえっ、ー、と金曜日かな。木曜日かな？金曜日かなにえっ、ー、と。まああのー、厳しくなったので増資をね。 えっとするよっていう発表があって、いや、それは無理なんちゃうかというのが、まず、えっと、金曜日か木曜日の夜か、まあ、そのあたりに出て、で、不吉な予兆かっていうようなね、まあ、いろんなヘッドラインが出始めた翌日ですよ、もう破綻です。 この日に CEO とかはね、あまりパニックにならないでほしいみたいなコメントも出してたんですけれど、わずか1日でもう破綻という形で、えー、過去10年余りで最大、これね、2番目らしいですね、だからリーマン以降で最大だから、まあ、リーマンの次に大きなあの破綻という言い方をすると、すごくなんかね、大変なことが起こったように見えるんですけど、言うてもアメリカで16位の銀行で、まあまあ、そこまでね、大騒ぎするほどの規模ではないと。 というところだと思いますで、えー、とちょっとねあのヘッドラインとかを見たんですけど、えー、カ,リフォリカリフォルニア州の、えー、サンタクララに本店を置くこの銀行は知名度も低く全国的な銀行危機を引き起こすほどの規模ではないと、えー、約28兆29兆円の資産規模は JP モルガンの1割にも届かないと、まあ、実際テクノロジー関連のスタートアップへの融資という非常にニット なビジネスを展開しているとでまあこれニッチなんですけれどもただねシリコンバレーの、まあ、スタートアップ約半分ぐらいがここ SVB と取引があるらしくねだからまあアメリカのしかもこの動きを察知したスタートアップは一斉に、まあ、取り付け騒ぎじゃないですけど貯金をね預金を,引き,を引き出したんですねでこれでまあ危険厳しくなったわけですけれどもでまあとはいえね、うん、あの リーマンショック以降、まあ、相当欧米、まあ日本もそうですけどね、欧米の,あの金融機関の、まあいわゆる様々な融資ルールとか運営ルールっていうのが厳しくなってるので、まあだからこれによってね、まあまた大きな金融ショックが引き起こされて、まあ大きな大暴落につながるみたいな、まあそこまで今の時点でね、心配する必要はないとは思うんですけれども、まあただね、やはり、まあそうは言っても結局ああだこうだ見えてきて、 ね、で大変なことになったっていうのをもう経験しているのでなかなかね疑心暗鬼ですよねそれまで株価はまああのニューヨークはねもう2月の頭からちょっと下がってきてましたけどまあね日本なんか強かったわけだしなのでまあ少しね株価が高いところから で、ずっと横張ってたので、まあそこから崩れてくる可能性はありますよね。で、問題は日本に翻えるとですね、ソフトバンクですね、またお前かという感じがしなくもないんですが、えー、9984ソフトバンクグループがこれ昨日です。昨日の金曜日の、えっと、冷やしですね。ですから破綻のニュースが出る前です。まあ先ほど資金繰り、ね、増資をするとか発表して、これなんでソフトバンクがだっと下がるかというと、まあソフトバンクはね、あのビジョンファンドであの上場もしていないよう なえっと、スタートアップテクノロジー系のスタートアップに大量に出資をしていてでそれが22年は、ね、大変なことになって、まあ、大きく赤字を作ったわけですけれどもだからまあ、ね、あの出資しているスタートアップに対してやはりこの銀行の破綻というのは影響が大きいというところもあって6%。6点 で、すね円円安の 5, 円まで下がってるとで、まあ、この後、破綻のニュースが出たんですね。まあまあまあ、もうある程度ここで、ね、バッドニュース伝わってるので、そこから破綻したところでっていうところはありますけれども、ただまだね、もう一段少し下げてもおかしくないという、まあ、爆弾を抱えていますよね。で、こちらですね、金曜日、3月の10日の金曜日、6%下げて、6.26下げたソフトバンクが、まあ、でね73 3円日経平均を下げてます、まあ、ファーストリテイリングが1%、1.7%の下げで51円下げてるんですけれども、まあ、ここはね、月曜日まだしも、やっぱりソフトバンクがまたね、はい、また3、4%下げるだけで、ソフトバンク1社で50円ぐらい日経平均下げるかもしれないので、まあ、このあたり考えると、月曜日以降もちょっとね、日経平均心配だなという部分はあります。で、フィアグリードで見ると、24です。エクストリームフィアです。えっとね先週の 前半とかこの辺にいたんですよエクストリームグリードでねもう本当に天井圏あの日本の方もねうんとトラクレッ落列車なんか真っ赤っかでしたけどもうもうハッピーハッピーでねお祭りであのウキウキしてたらまあほに2日3日で。 エクストリームフィアまで触れました、えっと昨日はニュートラルにいましたからね、52とかでしたから、だからやっぱり破綻が伝わって、一気に20、あと一番はね、23、22までいったんじゃないかな、で、終値で24までちょっと戻ったっていう感じだと思うので、まあ、いずれにしてもね、まあ、逆にこうなったら、売られすぎということなので、反転上昇するかもしれないという見方もあるんですけれども、さすがにちょっとね、厳しい状況になってるぞということです。で金利のの方ですねこちら雇用統計の後は基本的に下がりま で、3. 3まで下がってるんですねでこれは、うん、とやっぱり破綻のところがあったんでしょうね、あの今日ね、これ、えっと、フェドウォッチ出してないんですけれども、えっと、さっきね、うん、と豊島さんの動画、豊島つおさんの動画を拝見させていただいて、えっと昨日の段階でですね、うんと、今度のね、来週、再来週かな、の、えっと、FOMC で、利上げ0.5。 が80%っていうのは昨日の動画でお伝えしました昨日一昨日かな 昨日かなはい、80%になったっていうお話をしましたが、これが一夜にしてまた、えっとね、チェンジになってですね、0.25が70%ぐらい、で、0.5が30%ぐらいになっていると、まあとでちょっと私も確認します、この動画、ね、台本入れるのちょっと忘れちゃったんで、まあ、要は、うんと、こんな状況で利上げできんやろと、今まではね、指標ですよね、CPI とか雇用の結果が強いから、これまた0.5%やんないといけないだろうという流れで、えっと、市場のね、先物、金利先物の,の方は、 二十パーセント、五十パ、五十ベーシスポイント。を利上げしてくるぞと織り込んだんですけど、今、まあ、株価、あんまり織り込んだとは思えないんですけど、そこまで織り込んだんですが、この SVB の問題が出てきてですね。こんな時にね、零点五パーも利上げやったら、ほんま終わるぞ、という感じになって、またね。いや、もう、こうなったら、FRB は、まあね、零点二号しかできんだろう、という話に変わって、ここがとガラッと変わったんですね。で、それもあって、金利がぐっと下がってきました。10年金利は3 3.703%ですね。えっと前日から見ると、うんっとですね。 0.2%すごいですね3.9ペケあったものが3.7まで下がりました率にあの下落率にして 5%5.27% も下げてます金利がこんだけね急降下したのでだからまあドルも売られて急激に円高にもなりましたが問題はこれですよイールドスプレッドですあごめんなさい逆イールドですねえっと特に10年3ヶ月がまた急激に掘ってきましたマイナス1.2%です 1.245%で、これ、えっと、ここですね、あ違うここ、ここら辺かなあの、今年の18日ですね、えっと、金利が上がっていくところ、ねあの、期待インフレ率も上がっていく、この1月18日の起点のところから、少し逆入るのもねこう緩やかに、といってもまだ0.8とか9あったんですけど、これが一気にまた、えっと、1.245のマイナスまで掘りました、でもうね、これ、えっと、10年3ヶ月も去年の11月ですから、12、1、2、3と。 3ヶ月半ぐらいやってるんですねで2年10年の逆イールドで去年の6月ぐらいですからで1回逆イールドになったのがもうちょっと前ですからねこれ下手したらもう1年近く。 逆イルドまあ、ずーっと逆イールドになってるのは確か6月の末かぐらいだったと思うのでまだもうちょっとねあるんですけど、まあ、少なくともね半年以上逆イールドやっててだけどね、うん、とノーランディングとか今まではね、まあ、ある程度強いし雇用も強いし、まあ、なんだかんだ、うん、こうね軟着陸にすらならずきれいに滑走路の上をシューッとね降りれるんじゃないかという期待まで出ていた中でまあ svb が破綻したんですね。あの16位の銀行とはいえ、破綻をしたで、ここから急激にリセッション懸念だ。逆イールドでね。債券市場の方が正しいんじゃないのかということで。まあ10年長期金利もガクンと下がったということですね。うん、なので、まあ実際はどうか知りませんが、今まではね。株が高かった理由を。 まあ、あのリセッションは来ないんだと、でまあ、来るかどうか分からないですけれども、でこれをもってね、あのもうほら、完全にリセッションだよね、目線変わったよねっていうわけではもちろんないんですが、ただ、事実として、今まで大きな破綻がなかった、岡崎さんもおっしゃってますけどね、あの今まであの目に見えて大きな破綻はないんだと。 だから、これがない以上はそこまで悪くないんじゃないのっていうまあお話で、そこはすごく納得だったんですが、これがですね、破綻が出てしまったわけです、なのでこれを踏まえて、今度はね、岡崎さんがどういうお話をされるのか、めちゃめちゃあの楽しみなんですが、これ、目に見えて破綻が出たんですね、ここから連鎖的にバンバン破綻するとか、そういう、そこまでいかないにしても、やはりね、ここから急に厳しくなったんじゃないかなと。 いう気がしますだからもうこれをね跳ねのけて全下がった分全戻しでまた上がっていくよみたいな相場になればね本物かもしれませんがやはりね去年金利を上げすぎたまさにねあのスタートアップにお金を貸してる銀行が真っ先に 潰れたわけですから、まあ、そのあたりを考えるとですね0 7 5かける4回やったものが、まあ、そろそろ目に見えてね、あのー、こう深い傷とな,なってね目に見えてきたのが、まあ、まさに昨日今日の動きなのかなと、はい、そうなってくるとこっからねえっとニューヨークダウとか S&P500 見ていきますがえニューヨークダウもまも連続ね私はこの白い と黄色いいとととととここころろ、これ何かという SQ なんで、すね。アメリカの SQ ですで。アメリカの、えっと、SQ 州には月か水とあの下げやすいんですね。で、SQ 日までに下げて、そこから少し反転していくっていう動きが、まあ、ここは直近4ヶ月ですけど、えっと、去年、2022年ってこういうパターンが多かったんですね。だから、だから日本の SQ をまたいだ後に何か、 相場がが反転してているるるように見ええっっののはアメリカ SQ 州が弱かったとも言い換えられるわけですね月下水となのでここからの下落を心配してたらその前に大きな急落が来ているという現状になっていますでモメンタムも結局上値を切り下げる形になっているし大きく下掘ってきましたで200日を割ったっていうことが非常に大きいです3指数とも割っていますなのでもうこれ基本的に あのまあ元々ニューヨークダウンはねこう、上値切り下げるところ超えられてなかったんですけど、3、4ヶ月。明確に下に掘っていくので、これはもうね、完全に下落です。下落トレンドですね。誰が何と言おうと下落トレンドなので、あの中途半端にね、えー、ともうあの先物ロング入れようとか。 もうそそそろろこだから買いいかうみたいなこととやってると危険だからまあね今回のヘッドラインであまり深刻に下がるぞ下がるぞ暴落だぞっていう目線で見るのも危険なんですね。あっという間に反転していく可能性はあります。ありますが現時点でのチャートでここでですねあの まあ、アメリカの株ですけどね、まあ、これを日,日経平均に置き換えて、まあでもいいとこまで下がったから、もうそろそろ反発するんじゃないのみたいな感覚でポジション取ると、典型的な落ちるナイフになると思います。S&P500 もこれ、割と深刻でして、えっと、前日に 200MA を割ったのは割ったんですけど、この白いラインを割ってるんですね、この白いラインです、トレンドラインです。 でこのトレンドラインが何かというと、もういつも見ていただいてる、えー、昨年、2022年の1月4日からずっと高値、高値、高値を結んだトレンドラインを、えー、1月18日に1回抜けてね、まあ、その後ちょっと押されてで、もう1回抜けたっていうところなんですけど、この1月18日っていうのが、もう本当にね、期待インフレ率が上昇に転じたところだしあの、金利も上がり始めたところなんですね。で、それと同時にでも株も戻す形で、このトレンドラインを上に抜けた。だから、ね、1年から年けてて下がってきたものを否定して ったんだっていうのがそしてこのオレンジのラインに今度は沿ってというかねその上で上昇していくっていう流れだったのが2月の3日ですこれ雇用統計ですねここからもう本当にね綺麗に下落になって1回戻すんだけどドスンと来ているで昨日雇用統計だったとまあこういう流れなんですねでえっとここでこの白いラインの内側に入ってるですよ、うん、入ってるですよっていうのもおかしいんですけど <laughs> これねなので下手したらこのあとまあもうちょっと下がって たとしてもですね戻り売りがこの白い線この,このパターンなんですよねになる可能性もあるしえ下に帰ってきちゃったっていうことはですねまたずっと一年かけて2022年、まあ、苦しんだ下落トレンドの中に戻ってきたんですねだからまあ ここからね、本当に早い段階でまた否定して、少なくとも、えっと、この SP500 で言うと、4000ポイント近辺まで戻すような展開にならないと、もう今3861ですからね。まあ、だからそういう展開にならないとですね、これ、非常にこの後、ズルズルズルで戻ってもまたズルズルズルという動きになりかねないよというところに戻ってきてるんですね。これ、非常に意味が大きいです。単に、えっと、ここからのね、まあ、下落トレンドだよねっていうだけじゃなくて、まあ、大きな破綻が起こって、 ですね、ここに戻ってきてしまったこの急角度の下落の中に戻ったこれは、えっとまあ、深刻に受け止めるべきで早くここを えと否定するもしくは200日線を否定する。まあ上に出るということですね。こうならないと厳しいぞと。で、メジャー S 級州ですからね、どうちょっとアメリカ市場反応するか分かりませんが、えっと、今週はニューヨーク市場のチャートを日経平均以上に見ておくべきかなと思っています。で、こちらがですね、えっと、ボリンジャーバンドで見た SP500 です。基本的に今は私の考えでは SP500 を見ておくのがいいと思います。ニューヨークダウはもうかなり弱含んでいてですね、下げすぎ。 まあ今まで11月ね強かった分の巻き戻しも来ているのでニューヨークダウよりは日経平均は強いと思いますですから SP500 で見るべきですねで a s d a q は SP500 よりも昨日は大きく下げたんですけどまだねチャートの形上はナスダクの方が強い形にはなってたりするのでチャートの形とかも含めると SP500 を見ておく方がまあなんとなく今のねアメリカ市場を映し出してるのかなと個人的には思ってますでそんな中一旦ねマイナス2シグマで止まってゼロラインまで戻っていたんですけど測ったようにやっぱりここが、えー、と戻り売りですね25日戦とほぼ同じです25日でボリンジャーバンド作ってるのでまあほぼほぼ同じ な価格になってるんですがここでねオーバーシュートしたもののえ完全に戻り売りですで今マイナス2シグマに沿って下げているのがえ金曜日の状況ですですから月曜日以降もえちょっと戻ったところでですね急角度に下落するえマイナス2シグマに沿った下落のまだ真っ只中という見方もできるのでちょっとぐらいこれがね陽線とかあとハラミ足でねインの陽ハラミになったとしても相当今強い下落になって今ここですからねえもうしばらくマイナス2シグマと1シグマの間ぐらいもしくは 勢いついたら2。シグマと3。シグマの間を下落するという展開にまあ、なりなるでえっとね。遅行線がマイナス2。シグマにタッチすると今度はね。四角あここ直近ないか赤い三角で、えー、そろそろ下げ止まりじゃないの？というサインになるんですけど、えー、実はね。sp500 まだもうちょっと距離あるんですね。だから急落するにしても結構あるし。あとはまあ横ばいでいく。い でもこの辺りで三角はつくんですけどだから横ばいでいくか割と急角度で下がるかは月曜日めちゃくちゃ大事ですねこここれぐらいで下がると本当にですね3800ぐらいにならないとあの底打ちサインつかないという話になってくるのでまあちょっとねマイナス2シグマに沿っての下落になった場合は注意が必要かなと思いますもう一つ長い目で見た時のスーパートレンドですねはいこちらあの動画の方でねご紹介はしていないんですがこれは明日のメンバーシップで使おうと思っていたものでも ありますえっと、SP500、もうね、セルサイン、これね、先週ね、ちょっときちっと出しておくべきだったなと反省してるんですが、えっとですね、2月の24日の時点で、もうスーパートレンド、セルになってるんですね、この200日1回突っかけた時点で、もう完全に上昇トレンドは、SP500 は崩れていました。で、ここから戻ってですね、あ、外れるのかなと思ったら、この急落ですね。なので、今はえ完全にもう SP500 は下落です。日経平均はまだ下落になってません。2万7844円だったかな。 で、えっと、ただね、今のままいくと、えっと、日経平均もこれがセルに転倒する可能性が出てきてます、下がってますからね。で、日本の場合は配当値で250円ぐらい、ハンデが、ハンデというかですね、ビハインドがあるようなもんですから、まあ、もしかしたらもう事実上は、えっと、日本もセルになってるかもしれませんが、S&P500 はもうすでにセルになってるんですね、つまり中期、長期でも下落トレンドなんですね。で、その結果、200日を割って、 ももう一つマ、えー、マイナス2シグマも割っています昨日の動画でもねニューヨーク3指数マイナス3シグマで止まらないとやばいという話しましたが昨日の終値では全然止まっていませんということなので、まあ、かなりねアメリカ崩れてきてるっていう目線で見ておかないといけないんですね。まあ、SVB の件でドスンと下がって さすがにもうね、崩れてきたなっていう印象を皆さんお持ちだと思うんですが、皆さんが、そして私が思ってる以上に、アメリカは危険な状態に今、チャートなってるっていう目線で見ておく必要があると思います。はい、ということで今日のまとめです。えー、雇用統計でニューヨーク3指数、マイナス2シグマに踏ん張れるかっていうのはこれ3月10日、昨日上げた動画ね、雇用統計の前にここ出してたんで、こういう話をしていました。で、結果、マイナス2シグマ割ったんですね。まあ、必ずしも雇用統計の結果で割ったのか、え、ー SVB の破綻でね、まあ、かなりちょっと世界的に萎縮したのが原因なのか分かりませんが、現実的にこれ割ったということです。で、SP&P500 はスーパートレンドでもセルをこの雇用統計で覆すことができずに下落加速となっています。はい、で、えっと、 シリコンバレーバンクの破綻という分かりやすい事案ができてしまったということですね。これはまあさっきねお話をした通りです。今までは破綻したところはなんだかんだ言ってもまだないんだよねっていうお話でした。これが明確にしかも銀行が破綻をしたということですね。急に意識されるリセッション懸念でリセッションが起こるかどうかは、えっと、もうね分かんないので今ああだこだ言ってもしゃあないです。問題は株式市場がまたこれを思い出すかどうかですね。思い出せば下がりす。 あります。もう債券市場はえっと思い出していてずっと逆イールドになってるわけなんですが、今まではねえっと債券市場じゃないが間違ってんじゃないのというようなことまで言われている状態だったのが、このね銀行が破綻したことで急にこれがリセッション懸念として再燃すると株価はじりじり下がってきます。えっとこの破綻の問題が大してあの大きな問題にならなかったとしても、まこの流れでね株式市場上に買っていけなくなるとね散々イールドスプレッドでえっと割高だ。 って言ってたわけですから、で金利も下がっちゃいましたから、株価もっと下がらないとですね、もうこれ株価上買ってもらえないという状況ですね。で日本に。 えっと、フォーカスすると、これも昨日の3月10日の動画で、下げ止まりの目ドとしてここを上げておりました。もうお分かりのように、全部割っています。先物ね。はい。えっとですね、CFD で今766円ですから、ギリギリ25円目は割ってないんですが、え先物は配当が落ちて530円で終わったのかな。510円だったような気がしたけど、530円かな。まあ、いずれにしても500円近辺まで下がってるんですね。ですから、今の日本の実力はこっちです。オプションの価格も先物に連動して動いてますから、 今、2 7500円近辺まで下落しているという相場感になってるわけですね。全部割っています。ですから、こうなってしまった以上は、下げ止まるまで下手に買い向かってはいけない、落ちるナイフだと。じゃあ、下げ止まるのはどうなのっていうと、これはもう上昇の 5MA クロスで判断するべきだと、個人的には思います。どこまで下がるとかね、いわゆる値幅論とか、サイクル理論とか、N 値、V 字はよくわからないので適当に言ってますが、そういうね、過去の値幅のところから下げた 率の何パーセント戻すみたいなところは何か大きなえっと潮目が変わってですね急激に株価が上昇したり下落したりする時っていうのはあまりワークしないんですよねやっぱりある程度オーバーシュートしたりみんなが不安になってわーっと売りに行ったりするわけですからねだから値幅で下げ止まるポイントを決めてそれでポジションを取るっていうのは非常に危険です あのオプションでね、バタフライとかを、まあ、このあたりで S q 決まるんじゃないのという予測をするのはいいですけど、一旦どこまで下がって、どこから戻ってくるかの節目を決めてのトレードは、えっと、危険なんですね。もう尻尾を上げても、ね、くれてやったとしても、まあ、しっかりと 5MA が今度はね、上昇に向かう中、ロウソク足がそれを抜けてくるところを確認してから、上にポジションを取っていくと、もうそれまでは、えっと、今ね、ロングを持ったりとかしてる人はですね、まあ、早めに決済するなり、 止血をするというね、だからまあちょっと下に向けてのヘッジを入れたりとかしながら、どこで反発するのかを見ていくフェーズだと思います。で、まあうまくね、利確ロングを理確してキャッシュのある方は、まあ無理に下がるところにね、追い打ちで取りに行くよりも下げ止まったところの反発を取る方が簡単かもしれませんね。ただし、もう下落トレンドに変わりましたから、戻り売りです。 基本的には 25MA とか 200MA とか、まあ、そういったところで、えー、と株価は押し返される可能性高いですから、まあ、いわゆるリターンムーブ、しえー、と戻り売りと、この目線でこの後上昇したとしても展開を考えるべきかなと思っています。ということでいかがだったでしょうか、まあ、今日はね、チャートの考察と、まあまあね、ちょっと分かってる範囲で、えー、とざーっと話をしましたが、まあね、ちょっと S q の前日に、ちょっと信じられないところから、えー、まあでもね、相場が動くときってこうなんですよね。はい、えとは 想定してるリスクじゃないところからリスクが出てきて大きな下落に発展するということが、まあ、多々ありますからなのでねまあ本当に、うん、とあの厳しいポジションとかねもうすでに含み損だってなってる方は、まあ、あまり今度はね下方向に耐えるということをせずにしっかりと一旦止血をして。 精神を整えて、で、戻ってくるところで、しっかりと今度は取るというふうにね、ちょっと落ち着いた方がいいかもしれません。この土日、もしかしたらまたね、SVB 関連のヘッドラインとかが出て、株価が月日、さらに一段下げという展開もまあ十分あり得るので、まあちょっと月曜日はね、あのー、朝から相場を見て、まあうまく立ち回っていただければなと思っています。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね